備はいいですか？ご視聴ありがとうございます。楽しいノービューの原です。今回はですね、この前、レトルトパックのカレーを57円っていうのを取り上げたんですけれども、これもですね、そのぐらいだったと思います。安かったってこともあるんですけれども、このマークすごい懐かしいなと思って、これはどうなんですかね、オリエンタルカレーって。ちょっと住所を調べてみますと、株式会社オリエンタル稲沢工場、愛知県稲沢市大谷町高松1-1って書いてありますね。いいのかな、今の言い方で。愛知県の工場、愛知県の会社なもんですから、まあ静岡県の西部地方に住んでいて、このカレーのこのマークは子供の時からよく見てるんですけれども、全国的にはどうなのかなってちょっと思いますけれども、私としてはこのマークが懐かしいっていうのと、やっほー、これでですね、見るとですね即席カレーがですね、これ5皿分ってなってますよね。ほんとこれ相当お得なんじゃないかなって思って、これ一遍普通に作ってみようかなと思って、買ってきました。今回の動画はただもうこれを普通にこの書いてある通りに作るだけです。へえ。この作る過程を今回動画にしてみたいなと思います。じゃあこの後はキッチンで、この通りに作ってみたいと思います。オリエンタル即席カレーの作り方、即席って書いてありますけれども、おうちカレーと同じようなものだと考えればいいかなと思います。割ってあるあのブロックじゃなくて粉が入ってますね、カレー粉が。材料5皿分。これですね、オリエンタル即席カレー 95g 1袋。肉ですね。肉、これで食べるかな、牛肉です。牛肉を、これもビッグです。これもビッグで買ってきました。そして玉ねぎ、第1個。人参、小1本。まあ小1本、これでいけると思います。じゃがいも、中1個。そしてサラダ油。サラダ油がないもんですから、またはバターって書いてあるんで、バターですね。で、水が 700ml。これです。水 700ml。お分かりいただけるかなと思うんですけど、これメモリがついてて、水 700ml。これで作ってみたいと思います。美味しい作り方。厚手の鍋にサラダ油、またはバターを熱し、一口大に切った肉、野菜をよく炒め、水を加え、よく煮立ててください。煮上がりましたら、一旦火を止め、ルーを少量ずつ入れて、十分に溶かし、再び弱火で、とろみがつくまで煮込みますと、美味しいカレーが出来上がります。やってみましょう。まずは1ですね。人参、皮むいて切りました。こんな風です。玉ねぎです。玉ねぎはいつももっと細かくみじん切りにしてカレーに入れるのが好きなんですけれども、まあ、今回こんな形にしてみました。わかりやすいし、みじん切りにしてねとは書いてなかったものですから、書いてある通りにやってみようと思ってます。じゃがいもです。私は皮がついてても全然気にならないので、じゃあこれでいきます。乱切りっていうんですかね、こういうの。この切り方。牛肉です。もっとあった方がいいかなと思うんですけれども、今回これで若干控えめな量でやってみたいと思います。材料が鍋に入りました。厚手の鍋、まあ、これもこのキッチンに出てる鍋で一番厚手かなというふうに思ったものですが、これを使うことにしました。そんなにも厚くないですね。これにですね、今からマーガリンですか。マーガリンを入れて、舐めると。よしと。そこまでやってみたいと思います。マーガリン、このぐらいかな。ちょっと、もっと多くてもいいかもしれないですね。炒めるので、よし。これで炒めてみたいと思います。で、炒めてみましょう。これ今炒めてみます。いっぱいこうついちゃったな、バターが。マーガリンか。炒めているところです。片手でカメラ持ってるんですから、ちょっと鍋は抑えられないで。この風にして、まずは炒めます。もうどれだけ炒めればいいのかっていうのは、玉ねぎの色が変わって、玉ねぎの色がついたぐらいまででいいのかなと思います。なんで炒めるかっていうと、こうやって鍋のところで炒めて、この玉ねぎとかあるんで、これで焦げ付きにくくなるってことと、じゃがいもなんかが型崩れしにくくなるってことが目的みたいです。たまにちょっと色がついたもんですから、これでいいんじゃないかなって思います。玉ねぎも炒めると甘くなる、甘さが出るって言いますよね。そしてこれに
これです。水を入れます。700ml ですって。700ってなってますね。わかりますでしょうか。700ってなってます。これを入れてみたいと思います。シャー、あ、ちょうどいい感じですね。あの具の量と水の量が。これで煮込むと。煮込むんでしたっけ。水を加え、よく煮立ててください。そして煮上がりましたらって書いてますね。こう煮上がるまで待つと、うん、これでちょっと強火にしたりして、うん、火を通すということですね。やってみましょう。煮込まれてきたかなと思います。うわ、困っちゃった。若干これアクが出るので、アクを取って、うん、まあいつまでもアクは出ると思うんで、キリがないんで、ある程度ちょっとアクを取って終了ってことで、立ちましたものですから、次の作業に入りたいと思います。次はですね、煮上がりましたら一旦火を止め、ルーを少量ずつ入れて十分に溶かし、再び弱火でとろみがつくまで煮込みますと、美味しいカレーが出来上がります。よし、このルーを入れてみたいなと思います。カレールーを入れました。すごくいい匂いですね。少量ずつ入れてかき混ぜながらやるのがいいみたいですけれども、ちょっとカメラを持ちながらって、ちょっとそれはできなかったもんですから、いっぺんちょっと全部入れちゃいました。オリエンタルカレー楽しみです。すごくいい匂いがしてます。これをかき混ぜて、そして今度は弱火で煮込むと。こんなことですね。かき混ぜていって、今度弱火で、うわ、またにカメラがこもっちゃう。弱火で煮込むと。カレールーがしっかり溶けるようにこうやってかき混ぜた方がいいですね。カレーを煮込んでる間に簡単なサラダを作りました。ライスはこんな感じで持って、ここにピャーってかけたいと思います。うわー、まだ、お鍋の方でグツグツいってるんですけれども、よそってみました。多分いける、大丈夫じゃないかなと思うんですけれども、色的にはですね、なんか小学校の時のカレーだとか、こんな色だったかなとか、そんな気がします。食べてみたいなと思います。いつもですね、バーモントカレーだとかブロックのルーのカレーを食べてるんですけれども、それとまた違った味ですね。おかしいような気もしますし、味的にはちょっと新鮮な感じがします。あ、これはちょっといいなと思います。人参美味しい。ちょっと牛肉もいってみたいですね。あ、ちょっとこの玉ねぎと一緒に食べてみたいと思います。いいですね。ここにあのトマトとかもあるんですけども、まあ、カレーにトマトを人切りに、人切りじゃないですね、このこうパッパッと切って入れたりもするんですけれども、あと他の野菜も入れたりするんですけども、まあ、今回はこの書かれてる通りに作って美味しいなっていうのが分かりました。今からちょっと美味しくいただきたいなと思います。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。